リコーダースクール。リコーダーを演奏するときにとても大切なタンギングの練習をしましょう。タンギングとは舌を使って音の出始めをはっきりさせることです。タンギングの練習曲はちょっと待ってね、しっぱれと笛星人の3曲です。笛星人はちょっと待ってねとしっぱれを合わせた曲になっています。1曲目ちょっと待ってねの練習がまだ済んでいない場合は、そちらを先に練習することをお勧めします。では2曲目しっぱれの練習をしましょう。次のリズムを覚えましょう。タタ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 タ。一緒に歌ってみましょう。1、2、3、はい。タタ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 タ。ラでも歌ってみましょう。1、2、3、はい。ララ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 ラ。トゥでも歌ってみましょう。1、2、3、はい。トゥ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 。このタやラ、トゥで歌った時の舌の動きがタンギングなのです。それではタやラ、トゥで歌うようにリコーダーのシの音で吹いてみましょう。シの音は左手の親指と人差し指で押さえます。右手は楽器が安定するのでリコーダーの側部管を持ちます。もし、シの音が出ないときは、左手の親指と人差し指の穴を塞ぎ直してみましょう。何回か試してもダメなときは、テープで穴を塞ぐと出ます。正しい音が出るようになったら、どちらからでも良いので、テープを外していけば良いのです。練習曲しっぱれは先ほどのリズムを2回繰り返します。演奏を聴いて覚えましょう。今度は伴奏に合わせて演奏しましょう。少し早いテンポで演奏しましょう。もう少し早いテンポで演奏してみましょう。
これでシッパレーの練習を終わります。次は不衛生人の練習です。